キャン始まりました。うなぎの夜食事情、国際式にかける歌舞伎ものうなぎさやかです。と総福ギャンです。お願いします。はい、うなぎさん、先日は研修お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。で、うなぎさんにぴったりの仕事を今日は持ってきました。今日は初出勤。はい、うなぎさんでおなじみの後楽園ホールです。イエーイ、デビューの地で働きます。今日の業務は1階の当日券売り場を、ここで、当日券の販売、はい、それが終わりまして、5階の売店で、うん、飲み物であったりフードであったり、そちらを売っていただきます。ビール、あとレモンサワー、はい、いろいろありますので、普段多分あまりこっちのフロアとか、そうですね、まず1階に行くことがないし、まあこっちに来ることもないので、ちょっといつもね、うなたちが試合してる時に、まあ、当日券売ってくれたり売店をねやってくれてる人がいるということで、今日は感謝の大ギャンでアルバイトをしていきたいと思います。お願いします。では、後楽園ホールの制服に着替えて1階の方に参りましょう。はい、着替えました。どうですか？似合います。この後楽園ホール、いつもお世話になってる人たちが着てる制服、やっぱりこう制服着られると、やっぱこうシティの一員だなって感じしますね。シティの一員ですよ、もう。いつもよりおとなしい色合いですけど、いや本当に絶対に着ない白と黒しかない服。今日は本当選手ではなくスタッフとして、はい、この当日券売り場でまずは、当日券を売っていただいて、お客様に喜んで会場の方に行ってもらいましょう。はい、喜んで会場の方にね、いっぱい売ります。今日は初日っていうこともありますので、はい、最初から一人でやると多分不安だなと思われると思うんですよ。いいえ、思われると思うんですねなので、今日は、先輩スタッフの有山さんが中にいるので、有山ギャン、はい、一緒に、お願いいたします。で、こちら当日券売り場です。わー、有山ギャン、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では、頑張ってください。はい、息を吸うようにチケットをさばきます。これが噂のマイク。噂のマイクでございます。で、ここスイッチあるので、ポチって上に押してもらっていいですか。で、もう外に聞こえます。ギャン。あ本日アスカプロレス後楽園ホール大会当日券を販売いたしております。あ、こんにちは。こんにちは。南側。南側ですか。あ、そうです、はい、南側。こっちは A か B があります。前側 A の南の、あ、迷います。 A か南の F と F の23、大丈夫ですか。4500円です。1万円をお願いします。はい、次です。こちらチケットと私のシールです。よかったら9月2日後楽園ホールぜひ来てください。ありがとうございます。ありがとうございます。最善ってまだあります、ね、最善あります、なんと。お、じゃあ最善列で、はい、1枚ください。席どっか選びます。はい、西の E 列の1番から、はい、5番まであります。じゃあ、E の5番ぐらい。5で、はい、500円とチケットと、はい、私の名刺シールです。ありがとうございます。9月2日に後楽園ホールで自主興行をやるんで、はい、応援してます。はい、強制的に予定開けておいてください。わかりました、行きます。ありがとうございます。楽しんで、はい、ありがとうございます。18時半から試合開始、アスカプロレス、あ、当日券を販売としております。いらっしゃいませ。一番安い席で申します。一番安い席、はい、B 席の、南 N 列の真ん中の方がいいですね。
様です。お疲れ様です。ではこちらの当日券売り場は以上をもちまして、はい、終了です。あ、はい。でここから5階の売店の方に行きますので、はい、チェンジをお願いします。チェンジ、はい、チェンジ、ありがとうございます。はい、では当日券売り場のお手伝いありがとうございました。次はですね、会場で、販売していただくことになります。制服はバッチリですかね。はい、唐揚げの匂いがします。すごくいい匂いがしますけれども。めっちゃいい匂い、やばい。はい、ここでですね、じゃあ今日は、目標を、いろいろ売ってるものあるんです。目標を決めたいと思うんですけど。目標、はい、はい、何をどんぐらい売りたいとか。ビールをいっぱいじゃあビールをいっぱい売るということで、はい、間もなく会場のお時間にもなりますので、じゃあポジションについてこれから頑張っていきましょう。いってやるぞ。おー、唐揚げですか。唐揚げですね。唐揚げ、それからホットドッグ食べる。ホットドッグ、9月2日興行やるので、よかったら来てください。はい、うなぎさやかです。アルバイト初日。そうなんだ。はい、ホットドッグと唐揚げです。緊張。え、なんで？うなぎさん緊張してないですか？あ、全く大丈夫。はい、最高日です。9月2日自主興行来てください。どうですか？後楽園です。そうですね、終わりました。ありがとう。ありがとうございます。ビールいかがすか。あ、たこ焼きマンだ。あれで、ビール飲みなよ。ビール飲みなよ。もうすぐ試合です。大丈夫大丈夫。しかも下戸だし。マジ。いやいや、何してるの。アルバイトしてる。初日ちゃんと。いや、ほんまや、ちゃんと研修したから。ちゃんとしてる。ただのレスラーじゃないから。あ、そうね、ただのレスラーだから。いや、すごいすごいレスラーだけど。ちゃんと働いてよ。ちゃんと働いてる。ビールと唐揚げいかがですか。唐揚げでまい。え、マジ。イエーイ、たこ焼きマン唐揚げを買い上げ、チャリーン。会場内イーツ、唐揚げください。え、食べて食べて、はい、美味しい、美味しい、めっちゃ美味しそう。絶対美味しいじゃん。うわ、うまそう。よだれ出た。ちょっと今すみません、勤務中なんで。自分勤務中なんで。うまですか。後でゆっくりと。はい、たこ焼きマン今日これで勝つわ。はい、はい、ありがとうございます。自主講義をやるんで、ぜひ来てください。よかったですか。ありがとうございます。生ビール。生。お仕事順調ですか。すごい順調そうで。もっといっぱい売りたい。もっといっぱい売りたい。生。ちなみにスマイルは売ってますか。売ってないです。そういうのやってないんで、うち。すいません。はい。ゼロ円でもらえると思わないでください。予想外の対応でびっくりした。はい。いや、当たり前です。ありがとうございます。ゼロ円のものなんかこの世にありません。厳しいお言葉でもある。そりゃそうだろう。ビール一つ。生。あ、誰かと思った。え、ってかジャイアンツ来て、広告来てるの面白いですね。うん、いや、最初向こう行く予定だったんだけど、こっちにしたんだ。うん、プロレスと巨人はこれなんか愛する男です。わー、素晴らしい。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。今日どうでしたっけ、当日券売り場とホールした。いや、なんか、いや、まずこう、なんて言うんだろう、めっちゃ久々にああいうアルバイトっぽいやつやったんですけど、え、きっとでも、あのうなが試合してる日もあの方たちいるってことですよね、あそこに。きっといますね。なんかすごい嬉しいですね。自分がやってる試合に携わってる人を、もう会ったことないんで当たり前なんですけど、なんか同じ興行を、まあ、作ってる人
に出会えたのは、一緒に仕事できたのは、なんかちょっと、なんて言うんだろう、まあ、自分のためにやったアルバイトなんですけど、こうやっていろんな人に会えたりとか、関わることなかった人たちに関われるのは、なんかすごい、これめっちゃ良くないですか？いや、すごい素敵だと思います。はい、いや、めっちゃ普通に、なんかちょっと感慨深い感じになりました。いい、9月2日もシフト出てくれって感じですね。ぜひ一緒に作り上げたい。はい。これで今日も信頼度のギャンメーターはもう爆上がりじゃないですか、今日で。いや、爆上がり間違いないと思います。はい。まあでも、とはいえね、とはいえ東京ドームを実際やるとなるとしても、まだまだもう信用だけじゃなく、こっちの方もね、まだまだいるんで、東京ドームで、でも本当にやっぱ広いし、すごいいろんな仕事やりたいなと思うんで、もっと仕事をくれ！キャン！